おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青ラッキーナンバー3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。星の正位置が出ました。明るい未来につながる。頭上に希望の星が輝いていることを表します。理想や目標に向かって、正しい道を歩んでいることの証と言えるでしょう。清らかな水は惜しみない愛とともに浄化を意味します。心も体もとても良いコンディションであると言えるでしょう。幾多の試練の中で諦めそうになったり、投げ出しかけていた夢や目標があるのなら、もう一度チャレンジする機会が訪れるでしょう。歩みを止めない限り、無限の可能性の扉はあなた様のために開かれ、迷うことなくゴールにたどり着くように、道を照らし続けているのです。たゆまず努力してきた自分自身を信じてください。幸福に背を向けて、もう二度と手に入らないなどと、落胆する必要はありません。星の正位置の意味は希望を見出す、自分の可能性に欠ける、心に描いていたことが実現する兆し、魂の輝き、未来に向けて一歩を踏み出す、夢を叶える。2枚目めくっていきます。ソードの6の正位置が出ました。困難な状況から脱出する。苦しい状況から抜け出しつつあることを表します。旅や引っ越しなどの移動を表すこともあります。取り組んでいることが行き詰まっていたり、方向転換を考えているかもしれません。歯車が噛み合わないように、何をやってもうまくいかず、後ろ向きな気持ちが強くなっていることも、無理を重ねてきたために、健康を害している可能性もあるでしょう。あなた様が抱えている問題を手放し、ブレイクスルーする時期に至っていることを暗示しています。生き方を変えるのは簡単ではないけれど、このまま継続していてはエネルギーが枯渇しています。ソードの6の正位置の意味は沈黙、控えめな態度、困惑の中での新たな門で、大きな障害が解消される、方向転換、ゆっくりと好転する、路線変更。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。